みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。おはようございます。今日も一日が始まります。はい、耳、はい、小梅、団子、はい、みんなおはよう。はい、今日もみんな揃ってます。耳、この子が耳です。小梅、だーん、はい、猫さんたちは今から朝ごはん、ホットはちょっと待っとってね。今日は有川地区では名財伝というお祭りをやってます。毎年1月にする古くから伝わるお祭りになってます。有川郷内の浜、船津などの6地区の青年団によって行われます。今日は朝早くから夜遅くまで法被や着物をまとり、有川神社などを皮切りに観光庁や商店、事業所、一般家庭、飲食店などを回ります。この時に回った先々で名財伝と呼ばれる、漁師さんなら大漁、操業安全、商いなら商売繁盛、各家庭には家運流盛、家族みんなが幸運に恵まれますように、あとは農家さん、五穀豊穣などなどを祈願して、クジラ歌が揃い打ちの太鼓に乗せて歌われます。島男たちの勇ましさ、たくましさが見てて伝わってくるお祭りです。このお祭りの見どころ、島男たちのクジラ歌、揃い打ちの太鼓、もう皆様に知ってもらいたいお祭りです。今日はお父ちゃんの店にも太鼓を叩きに来てくれます。お利口に留守番しとってよ。じゃあおやつやるけんが、ハウス入っとって。で、おやつ食べたらゆっくりしとかんばよ。よし、はい、まとまった後でね。もう一個置いとくぞね。じゃあ仕事行ってきます。さあ、お父ちゃんは仕事に来ました。じゃあお父ちゃんも今から仕込みをします。そして夜の店の夜の営業の開店準備をします。で、今日は夜お祭りを楽しもうと思います。で、このお祭りの5年前か、息子も太鼓を叩かせてもらって、このお父ちゃんの店の繁盛を祈願をしてくれました。その思いも今では懐かしい思い出です。今日のね、みんな太鼓を叩いてくれてる人たちのことを見ながら、今東京で頑張ってる息子のことも考えながら、思いながら祭りを楽しもうと思います。じゃあ今から仕込みに入ります。はい、よろしく。おー、はい、いいねー、はい、せーえ、お、おいいぞ。
カバイちゃんもおみきば飲んでいってください。飲んでください。みんなビール？なんかいい？みんな。じゃあ僕ビールがありますか。ビール。ビール。ありがとうございます。ビール。ビールが5杯ついとけ一回。じゃあと。ビールで大丈夫。あと日本酒もそっちあるけ。ありがとうございます。ビールはもらった。飲めるやつはもらっちゃって。注文すれば出てくるとなんで。注文したなと思って。焼き鳥以外は出てくる。注文は。大きい方でもいい。いいんですか。ちょっと飲みたいとか言う。銀ちゃんはゆうたに見せます。あ、いいぞ。同じクラス。一緒です。ゆうたも一緒。はい、同じクラス。え、みんな？はい。天井で。ずらずらだ、ゆうたに見せます。あ、いいぞ。オッケー。はい、お疲れさーん。はい、いらっしゃい。いいねー、よろしく。はい、お待たせしました。スタートするよ。よろしく、始め、トゥイ。Thank you.
祭りも終わりました。皆様お疲れ様でした。ホットくんももうゆっくりしてます。やっぱり名財伝いいお祭りです。これからずっと続きますように。おっと、今日も一日お疲れ様。ホットチャンネルでした。またねー。